お日様の光がお尻に当たってるぞ。じゃあお腹に当たってたんだ。よく眠れたでござるか。みなそのような感じだ。拙者は一番早く起きたゆえ、今朝はあたりを散策して朝毛になりそうな果物を取ってきた。一緒に食べようと思っておいらずっと我慢しながらお前が起きるのを待ってたんだぞ。あ、フィッシュルはいなかったけど。うん、あたいたちと一緒に行動したくないみたいなんだ。冒険者協会から他の仕事が入ったって言ってたぜ。それ明らかに嘘じゃないか。雄夜浄土を復興するために来たって言ってたのに、なんでまた冒険者協会の仕事をするんだよ。彼女のあの様子、何か悩みがあるのであろう。あたいたち昨日と同じようにモナについててもらおうとしたんだ。だけどモナは冒険者の仕事を知らないから一緒に冒険には行けないって断られたらしい。一人になるために雄夜浄土って言い訳も出さなかったよな。彼女はかなり大きな困りごとを抱えていると見えた。はあ、友人としてフィッシュルを助けてあげたいですが、今日は彼女の言う通り他の島を探索しに行くことになりました。満場一致だったんだぞ。あんたの分はパイモンが代わりに投票した。あんたらはコンビだから、あんたのいる場所にパイモンがいて逆も同じなんだってさ。ひひ、お前は冒険者だぞ、絶対行くだろ。私たちはみんな一緒に行動した方がいいとフィッシュルが言ったんです。調べたいことがあるらしくて、それが終わったら合流するから心配する必要はないって。ああ見えて経験豊富な冒険者ですから、彼女を信じていいと思います。拙者はフィッシュル殿と知り合ったばかりで、これはあくまでも推測に過ぎぬが、彼女は彼女自身の中に矛盾を抱えているのではなかろうか。なんだか当たってるような感じがするけど。他人との齟齬は解決に向かって努力するか諦めるかの二択だが、自己矛盾は簡単に捨てされないものでござる。拙者にもそのような時期があったからわかる。彼女が何に悩んでいるのかは知らぬが、今必要としているのは一人の時間でござろうよ。あたいもそう思うぜ。でもせっかくの冒険なのにちょっともったいないよな。だってみんなで一緒にいる方が面白いぜ。深淵は本当に前向きだよな。そうだ、まだ言ってなかったけど、今朝北にある島であの不思議な現象が起きたみたいなんだ。旅人が朝食を食べ終わったら調べに行こうぜ。